よし、じゃあストリーミッション行くか。この地域の武将が住んでると思われる場所が分かった。家を捜索して奴の正体を確認して。武将、しっかり捕まってろ。あ、メダルもある。おう、いいか、こいつはラモン・フェリシア、コンピューターのためじゃない。カルテルが売買したら子供たちのためにやるんだ。そうでしたっけ。全勢力を敵対視してるからもう何がなんだか。かなり行方不明になってるんだろう。なんで誰も声を上げないんだ。上げてるだろ。リベルタード。子供がいなくなれば警察や記者に連絡するはずだ。誰も口を開かないのは知っているから。これがカルテルの仕業で、腐敗した政府は助けてくれないってこと。子供に再会できるかもしれない。リベルタードの町ね。わずかな希望を叶えてやれるのは、うん、俺たちしかいないんだ。大将を倒せで遠距離からドローンで土管で終わりですよ。あ、そっか、大将を倒すミッションとかあったら、ドローン爆発あったら、そっか、遠くからボカンでおしまいか。さて、この辺はカルテル。あ、結構いるな。あの地元ジェルのメンバーがいるぞ。どこだ。あいつで人にいるぞ。これは、あ、家を見つける。うん、家を見つけるから、この範囲で自分たちで見つけないといけない。はあ、まあ多分普通の家とはちょっと違った感じなんだろうけど。まあそうだよね。ボスの家だな。調べるぞ。あ、あった。もう見つかったのか。こんばんは。はい、こんばんは。これ全然敵倒しなくてもいけそう。どうだろうな。カルテルのメンバーが2人いる。ハシエンダの中にいる。で、家の中2人やん。誰もいない。何かないか調べてみよう。ほほほ。何もないな。ほほ。おい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 。何人にバレた。走るんじゃない。あ、待って、室内にいる、室内にいる。待って、この家の中を探索。あ、だけど、あ、みんな来てる、みんな来てる。入れて。3人目の敵だ。あ、ユニダット来てるよ。ムシムシムシ。今のうちに家を捜索。 OK、 見つけた。なんだ、あ、あれが撃ってんのか。カルテルの化学工場の位置が分かった。よし、 調べに行こう。 OK、 工場を見つける。何、今日はゲリラ戦が好きなのか。今日ゲリラ戦でいいだろう。ここにヘリがあるぞ。横に OK、銃がついてる。ここは、あ、こっちじゃない、そっちじゃない、その後ろだ。いや、何今ガンナ席って出たでしょ。こっちから見たらもう何やってんのか分かんねえ。よしよしよし、うん、ついでにあそこの、あ、やばいやばいやばい。この銃当たっても全然死なないね。一発で3キロか。このヘリミサイル撃てますね。あ、本当だ、ミサイル撃てるヘリだった。ミサイル撃てるけどな、レティクルないからな。すごい狙いづらいよね。うん、ドローン展開。スナイパーを発見した。あ、さて、反乱軍にエリアの重要ターゲットを確認。この辺りの部署らしい。捕まえて情報を引き出す、うん、まあ、確保だ。そういう系。決して走って物音で気づかれるんじゃないよ。OK。 あっと、いた。監視といるよね。あれ違った、監視とこの、あ、いた。あれ、偵察便利ですね。敵
偵察便利だけど、ここはあんまり固まってないっぽいな。うん、普通に一人ずつ行けそうだね。そこも森蔵2人。お、やった。よし、ノックダウン。まあ目標だけを目指して進もう。あ、オッケー。あのスナイパー狙いずれ。それサプレッサーついてる？大丈夫？ついてる、大丈夫。オッケー、まだこっから狙わなくてもいいんじゃないか。オッケー。にゃ、ここドンパチした記憶がある。我々はここをドンパチせずに突破するぞ。なんとか。オッケー。にしても AK なんか本当強いな。うん、強い。今の今日反乱軍の偵察取っていくと範囲広がっていっていいんですよね。そうだね。なんかちょっと立派な建物なのか。インスチュリー。インスティチュート。なんだ。スペリア。でクイーンか、クイーンか。南米なのに。あいつで10人になる。すな。あ、あんなとこにいたな。あんなとこにいる。あれなんだ。あれ普通に。ビアビーガス。フォールアウトとか懐かしい。ナイス。あ、あそこ二人か。サブマシンガンを持ったやつを見つけた。うん。あとはこの建物に多分いると思うんだよな。偵察。ボリビアは連邦だった作乱。反乱軍にエリアの偵察を要請した。民間人。オッケー。あの前方の二人やっちゃうか。あ、オッケー。ちょっと待って。俺ちょっとスキルポイント取りに行こうと思っただけなのにさ、建物地味に複雑。オッケー。そこ？おっと、あれ。あいつやっちゃうか。こいつやるね。あ、オッケー。オッケー。あ、いや、ストーリーこの建物の中じゃん。本当に一般人いるけど大丈夫なの？ここ入って。大丈夫。で、こんな水草かぶったような格好で入ってるけど。シカリオが2人いる。まあ、じゃあここならもうそのまま寄って尋問か。うん、スキルポイントどれだ。これか。あったあった。そうそう、これが表彰メダルか。あ、5ポイントだ。おまけか、空軍のメダルだな。おいしい、おいしい。尋問っつってるの、この建物ではないっぽいな。このちょっと別館的なところにいるわ。ちなみに建物の入り口爆破して突入するサブミッションで偵察すると全員の位置わかるんですよね。あ、まず。落ち着け。今のは民間人だ。お？ハチの巣をつついちまった。ちょっとまあそっちは任せた。こっちは。オッケー。なんとかするわ。それ便利やんて。こっちさ、大体民間人なんだけどね。ターゲットだけなんか警戒するの。スナイパーいて。あ、そっちか。確保。オッケー。よし。あ、この上にいたのか。 HTI 強い。自分バカみたいにブリッジ&クリアで突入してました。ギリギリバレちゃったけど、まあこの人数ならよし。あ、そこ下向かってるわ敵。あ、この中いるのか。どこだ。一般人が多くて。サーモで見るとよくわかりますよ。そ
サーモそうかな、なんかサーモ前何度か使ったけどなんかねあんまり赤く光んないっていうか、うん、みんな体温低いんだよな本当に。なんかあんまり本当に近くじゃないと意味ない。お来たぜ。殺さないでくれお願いだ。何も知らないんだ本当だ。俺はただの助手だ。誰の助手だ。マーカス・ジェンセンだ。 あいつがボスだ。あいつが全部仕切ってる。どこにいる。後で魔女市場に行くことに時間はわからない電話しろ。大事なようだと言って市場に呼び出せ。逃がしてくれんのか。お前の演技力次第だ。炎が青く表示されますもんね。俺だ。ちょっと見てもらいたいものがあって。あ、やべ、来てる。重要なコートだ。分かった。魔女市場に来いと言われた。奴にかけ直すかもしれない。オッケー。オッケー。ボーマン、こちらノマド。あれ、なんか敵増えてない？マーカス・ジェンセンという名前の、うん、なんかいるね、いっぱい。逃げろ逃げろ。ああっちから来てる。今追跡してる。車を割って逃げよう。どれだ、あれか。よし、いただき。映像をアップロードしたわ。この辺のボスに関する情報よ。あ、映像ゲットした。あー、ユニダット。とりあえず警戒を解こう。あ、川。ふっ、突っ込め突っ込め。よし、ちょっとね、じゃあ映像を見たいから映像を見るね。マーカス・ジェンセンの専攻は科学。安定したキャリアのためよ。雇用保障、福利厚生、休暇、企業年金、何より仕事があった。マーカスは大学院を出てすぐラグリンガにスカウトされた。世間知らずの彼はボリビアの製薬会社 SB に就職するつもりでいた。もちろん間違ってはいなかったけど、商品が何かは知らなかった。でも彼は特に気にしないことにした。友人たちが5年で稼ぐ以上の金を1ヶ月で稼げるから。そして何より女よ。とにかく女がたくさん寄ってきた。それと人生で初めて尊敬されるようになった。 GR わらのフラッシュ版ってあんま使えない気がする。ラグリンガはマーカスをリベルタードの化学工場に送った。この数年カルテルのメンバーに質の高いコカインの作り方を教えてる。ほとんどが小学2年生止まりのバカな連中だけど、ようやく熱心に学べる教科を見つけたみたい。マーカスの自己正当化の理屈はこう。どうせ誰かがコカインを作って儲けるんだ。それが俺でもいいだろう。あなたの言う通りね、今のところは。麻薬で儲けてますっていう人だね。で、これはスキルポイントか。一旦じゃあリベルタードブラボーに行こうか。よし。あ、もう先行ってんのか。うん、ファーストトラベル。そう、変な位置でファーストトラベルすんなよ。いやー、それは運だ。あー、待って、ここユニダットだらけだ。マジか。うん、この世で嫌いなものの9番目ぐらいにユニダットが入る。9番目。しかもヘリか。警報はじゃあ EMP で壊しちゃうわ、うん、あ、発電機もあるわ。先に警報から壊すわ。届かない。もうちょっと近づこう。兵士を確認。一人だ。ターレットの近くだ。これだな。うん、ボガン。よし、オッケー。どうなってんだ。このさ、ジャマーを発動した後にクソどうなってんだっていうのはなんかおかしいと思うんだけど。本当だ。またヘリ来てるよ、奥から。ヘリ。ああ、ユニダットっぽいな。ドローン作
そうだな。そっか、ああいうヘリも EMP 使えば落とせると言ってたけど行っちゃった。まあ無視。ちょっとじゃあもうちょっとここに近づいて電源を落としてやりたい。うん、どうなってんだすっとぼけ。俺たちを探してる、気をつけろ。よし、電源破壊。ナイス。あれで警戒態勢に入ったな。あ、暗くなったな。それも警戒。あ、くそ。いや、あの基準についてるやつ出てこないから。出ないか。こっちから後ろに回っちゃえばいい。機銃のやつをやったわ。ナイス。まあここ殲滅する必要は別にないんだけど見つかったら厄介だから。あ、4人。このマガジンもショットガンか。4人だ。めちゃめちゃ来てる。近くにいるやりそうなやつだけど。あくれ、隠密はなんかシュール。うん、AK で隠密ね。荒々しいよな。電波障害。ああ、え、なんか電波障害が。多分別のエリアからまた来てるんだ。あのガス電じゃねえか。貫通しない。じゃあまた投資能力で。オッケーオッケー、全滅。オッケー、よし、みんな無事か。弾補給したいな。ここさ、前も来たよね。え、ここ前。あ、来たことあるわ、ここは。うん。そう、なん、いや、全然気づかなかった。ちょっとあのガス電で気づいた。ああ、ガス電が近くにあるのか、ここ。待て、武器ケースがあるぞ。武器ケース。で、下にボーナスメダルがある。メダルは別にいいな。あれ、アーマー強化で、スキルの。スキル？スキル、あれ、スキル強化するのに必要なメダルなんで。ああ、そっか。ちょっと待ってよ。あ、爆薬取っちゃおう。じゃなかったか。で、アーマーも取ってサーマルビジョン取れれば、あとはもうエピックスキルが手に入る。おお。だけどいつも死ぬのは俺の方が早いから使うことがあるかは分かんないけど、まあプレイしてる間にスキルは溜まるでしょう。うん。溜まる。そうだな。あ、こっちか。下のそれ。オッケー、1ポイントだ取ったってしゃあないから。じゃあこれ乗ってこう。2台に分けて乗ってもいいよ。2台に行くぜ。すげえ操作。いや、これほんとね、すげえ操作しにくいの。すぐ曲がっちゃうの。これ銃座に人がいないのに2台に分けて乗る意味とは。あ、スピードすげえ速いな、これ。やべ。おい、こっちだ、こっち。おい、ちょっと曲げたらその反動が残っててさ、なんか、やりづれ。そう、すごいね、揺れるの。あ、これ、車にぶつかったらどうなるんだ、これ。ごめんなさい。待って、ここ、ユニダットと反乱軍がいるよ。いって、あお。え、ここに。はい、さあ、我々はメダルを取りに来た。もう大丈夫だ。そうだね。
アーマーの。また敵だ。3人目の敵を確認。メダル付近全然いねえと思ったらいるわ。いるか。あ、でも一人しかいなくね。反乱軍にエリ隊長をマーク。あ、電波障害。ドローンがジャミングされてる。音も映像もダメだ。さっさといただいちゃおう。うん。中のこっちやっちゃうか。あー、移動しちゃう。あ、オッケー。はい。おおお、投資能力マジでやめてよ。暗がりだから大丈夫だと思うけど。もらっちゃえ、もらっちゃえ。メダル、よし。ゲッチュ。られてる。悪くないな。スキル強化。よし、うん、じゃあもうブラボーにトラファストトラベルでいいんじゃね。ブラボー、そうだね、一回ブラボー行くか。うん、んで、よし、でストーリーミッションだ。地元の生成所の所長がカルテルに全区隊を提供してる。その男と話してサンタブランカと仕事をするのは間違いだと分からせてやって。ここにバイクがあるぞ。バイク、おお、とっとっと、やべやべ、曲がりすぎ。しくぜ、ショートカット。おおおお、あ、やっぱこれやばいやつじゃん。ああまだまだまだ修行が足りないな。いや、なんで俺だけ掘り出されんの毎回。まあ先に行くね。あ、完全に工場だな、ここ。ビロマ生成所。あれ、でも敵いない。いない。あ、こんにちは。え、一般人ばっかりいるけど。なんかそんなすんなり終わりそうだね。え、こういかにも敵がいそうな作りしてんのに。で、所長を見つけないといけないんだよ、所長。なあ、そういう。所長多分高いところにいると思うんだけどな。こういうところ登ればいいか。よし。お、なんか所長っぽいぞ。生成所所長を確認。いたいたいた。え、ちょ。ユリダットのヘリが巡回してる。気をつけ。所長すげえとこ歩くな。なんなんだ。お前ら一体誰だ。伝えたいことがあってきた。カルテルとの取引をすぐにやめろ。何のことかさっぱりわからん。黙れ。連中はお前らから全区隊を仕入れてる。それをやめるんだ。この会社がなくなればリベルタードはおしまいだ。奴らに従わなければ潰される。わかるか。いいことを教えてやろう。カルテルへの供給をやめないならセキュリングを止めることになる。失せろ、アメリカ人。なんだと？野郎、マッカーサー元帥より強情だな。強硬策を取るしかない。出発だ。セキュリングに向かうぞ。セキュリング。ちょっとね、話が通じなかったんでね。セキュリングを破壊してやろうじゃないか。で、ここら一帯の話か。地元のテストを白い粉に変える頭脳を持っているが、うん、目立つのも好きみたいだな。注目？教授が？切れ者だと思われたいから見せつけるんだ。よし。じゃないが、常に目立とうとする。そういう犯罪者はいつも痛い目に遭う。目立つやつは見つけやすい。目立つからな。もうね、下が我々に従わない人たちはもうボガーンだよ。あ、火出た。あ、ボガーンだよ、こんな感じで。あ、そういうボガーンいるね。おお、ボガーン。夜が明けてきたな。セキュリーだ、ユニダ潰す。あ、多いね。いっぱいあるの。手分けして破壊していくかって言っても四方をペタペタにするか。そうだ。あ、やべ、こんな四方持ってる。ユニダ
った兵を発見コンテナの横だ。俺は3個持ってる。俺3個絶対足りねえ。まあ設置できるところだけ設置して。うん。ドローンを展開する。3人目。ワン。ドローン展開。そっちよろしく。5人目のターゲットだ。体調を確認。敵をマーク。こっち多いな。ターゲットを捕捉。周辺に注意しろ。そばにいるのが厄介だ。あ、そうだ。ドローンボカンやろうかな。あはは。楽そうだね。ドローン。この辺だな。ドガーン。おお。準備できた。C4 を設置した。おお。追い打ちをかけるような爆発。準備できた。あとはユニダットか。あ、バレてる。あ、勝て。いや、警戒1ならすぐ解けるでしょう。ウォーリア。やっべえ、車両来た。そっちよろしく。あ、よし。あ、解除。あとここだけガチャ。いや、こっちにも2つある。あ、そっちにもある。準備完了。オッケー。あ、我々にもうね、逆らったらもう全てボガーンだよ。OK。 あれ、こっちにも2つある。あ、全部で6個破壊すりゃいいの。そうだわ。 2.5 キロ先だ今度は。おお。ファーストトラベルするか。ブラボー。うん、ブラボーだね。よーし、1つ目の石油流。もう一つだけでも十分脅しになってると思うけどな。ガソリンがたくさん入ってるといいが。ていうかあれだ、二つ目の石油リグって前からあのあれだ、たくさん邪魔を放ってたあの工場だ。あれか、あれだ。フルスロットル。さーて、あれだぞ。おう、アップ。待って、ヘリ来てる。まあ、どこにあるんだ、ここ。本当な、全然邪魔な場所わかんない。敵グループが見える。一人だ。拠点の入り口付近だ。あ、でも破壊すべきリグは一つか、もしかして。あれだけな。あ、C4 切れてる。あれ、待てよ。ああ。それなら、ああ、でも、そっか、ドローンバッカーも使えないのか、今。そう。警報器あるからあれだけ壊しちゃう。スタイパー大丈夫？サプレッサーついてる？ついてる。でも警報器どこ打てばいいんだ、あれ。これか？あ、オッケーオッケーオッケー。ガルテルの副官がいる。拠点の最後の石油リグだ。燃やすぞ。あ、たくさんあるわ。いっぱいあるやん。いっぱいあるじゃん。いっぱいあるわ。まあユニダット。ね、やばい。あの、こいつやってもらえる？おお。おお。連携のレの字もない。いや、予知してたから大丈夫。あ、オッケー。あの、C4 切らしてるな。あ、向こうで弾補給できる。なんかこの車もったいないな。離しとこう。よし、ここで C4 をひたすら補充してペタペタできるな。
あ、間違った。大丈夫だ。結構いるんだよな。爆薬セット完了。よし。サブマシンが終わった。ほい、爆破準備完了。一人だ。ありったけつけてもう飛行こっから。うん。爆薬セット完了。で、ちょっと四方補充だ。爆破準備完了。シーフォーを設置した。お、大丈夫か、大丈夫か。危ない。爆破準備完了。あとついてないのは？いや、もう全部つけたんじゃね。オッケー。ちょっとスキルポイント持っていっちゃおう。コンテナの横だ。スキルポイント。お、あ、ちょっと1ポイントだ。こんなもの作ってるのか。1ポイント。あ、なんか1個微妙な位置にある1個。ちゃんとつけてくる。そうだ、ちゃんとつけてこれ。ちょっと他の車両にもつけてやる。C4 設置完了。はい、よし、OK。逃げる。ええ、あ、無人のトラックが突然暴れた。怖。爆破準備完了。お祭りかよ。よし、これに乗ってくる。なんかこの辺にもつけてやるか。なあ、C4 設置完了。テロリストかな。テロリストかよ、マジで。ゲッチョ主席に乗って C4 設置した。そっちにもつけてるし。よし、乗れ。乗る。助手席ドガーン。あ、あなたのもドガーンしないと。乗ったらダメじゃん。はい、はい、オッケー。生成所の所長と話しに行こう。これでカルテルとの取引をやめるといいんだ。これで所長と話すのか。おめえのリグもねえよって。そう。もう所長さんかわいそう。所長さんかわいそう。おめえのリグもねえからって言う。ただいま所長。おお。さっき所長結構すごいとこにいたけどな。上の方に。今もう下の方にいるか。下だな。へい、所長。消えろ、アメリカ人。断るとはっきり言ったはずだ。残念な知らせだ。サンタブランカはお前の石油リグを守るという約束は果たせなかったぞ。カルテルへの供給をやめればこっちが消される。サンタブランカとの取引を続けるなら残った石油リグを全て吹き飛ばす。好きな方を選べ。あんまりだ。お前がやってることはカルテルと何も変わらない。問題はお前が正しい行動を取るかどうかだ。正しい行動？ふざけるな。どうせ選択の余地はないんだろう。だが覚えておけよ。俺が殺されたらお前のせいだ。ああ、分かってる。殺されたら私のせいにできなくね。ユニダットがこっちに来てる。あ、ユニダット。お、あ、じゃあもうあと最後かこれ。そうだね。マーカス、レベルさ、マックスの割に対したことお、そうだね、うん。はは、あ、ちょっとこれ取りに行こうか先に。これ大容量。大容量。あ、あれあれあれ。よし、行くぞ。はい、こっちこっちにしよう。あれあれあれ、所長。あ、これって所長か。あ、所長だ。あ、死んじゃった。いや、今の死んだのは所長じゃなくてそっくりな民間人だ。所長にそっくりな民間人が今謝って
引いてしまったんだそうか、ちょっと不幸な事故がさっさとわらわら